この任務には予算が降りてるけど限られてるわ。最初の車を手配するお金を渡しておく。無駄遣いしないのよ。それ以降は自分で賄うこと。どれも試乗できるから迷ったら走らせてみなさい。アレックス、こういうカーディーラーは各地にあるの。ディーラーごとに品揃いは違うから、一軒ずつ立ち寄って確認して。510御用達のチューナーは各地にあって、それぞれ専門が異なるの。今後そういうチューナーを利用する必要が出てくるはずよ。でも当面はストリート仕様でいいわ。ストリートスペックカーはストリートレース仕様に軽く改造した車で、一般道路向けよ。だから510メンバーが好んで乗る。州をまたぐ長距離の移動にも無難な選択肢ね。チューナーショップの場所の情報をスマートフォンに送るわ。済んだら連絡して。じゃあ車をストリートスペックにチューニングして。ディーラーにある車はみんなフルストックカーよ。チューナーで改造できるわ。チューナーは各地域に1箇所あって、売ってるスターターキットの種類が違うの。キットを使えば地形に合ったチューニングが可能よ。スターターキットを取り付けたらパーツも購入できる。パーツは自動的に装着されるわ。メカニカルカーパーツを取り付けると車のレベルが上がる。レベルが高いほどパフォーマンスも向上するのよ。いいわね。走らせてみましょう。
レックス、今から送信する場所に来て。お手並みを拝見するわ。